どうも、河野です。ですね、今回、まあ随分なるんですけど、エアーナビマップということで、カーナビの更新ソフトですね、地図データ更新バージョンアップソフトを買いました。まあ早速ちょっと開けていきましょう。はい、まあビニール袋から出してですね、カバー開けると、よいしょ、こんな感じで SD カードに地図のデータ更新データが入っているというものになります。よっこいしょ。でこれをちょっと詰め切ったとかだからね、うまくつかめないんだなこれ。まあこれをカーナビ本体にぶっ刺してですね、地図データを更新するというものですね。はい。これ今年まであるんだね、ギフト券のね。これはちょっとちょっと日を改めて、ちょっとやりたいと思います。はい。ですね。他に、SD カードの中に入ってたものとして説明書。はい。で、使用上のご注意ということね、重要という、更新パスワード発行申請書これな、まあ基本でもいらないのかな。お客様登録申請書、まあ、お客様の情報を登録してくださいよというものですね。あとは、マップファンに申し込むと、今年の11月、30日までに、申し込むと Amazon のギフト券3000円分プレゼントということで、キャンペーンのやつが入ってました。はい。てなわけで、これはですね、ちょっと今もう夜も遅い時間帯なので、これ撮ってる時間がですね、日を改めて、これちょっと撮りたいと思います。はい。どうやって更新するのか、はい、さて、これからちょっと更新を、地図データの更新をね、はい、エアナビマップこの更新をね行っていきます。更新どうやるんだろう、これ説明書まだ読んでないんだよねこれからやるんだけど、手順、説明書を見ていくとですよ、まずはちょっとカード差し込みましょうかね。カードスロットにカードをぶっ刺して、よいしょよいしょ、抜けない、カードが抜けない、よいしょね、よいしょ。はい。エアナビの、バージョン情報ですね、これね。カードスロットが抜けない。よいしょ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 。はい。カードスロットがあるので、ここに SD カードスロットに。よいしょ。あら。あれ入んね。で、バージョンアップ開始してよろしいですか。はい。お、自動で始まったよ。メモリーカードでバージョンアップ開始します。はい。パスワード、パスワード、パスワード、
なので送んないといけないのかこれ。はい、映像を見てもらったらですね、パスワードとかユーザー ID とか、まあ、いろんなものがちょっと不足してまして、わからないことが多々ありまして、あの書類に書いてあるですねパスワードだけを入力すればできるものと思ってたら、まあなんかいろいろと入力しないとダメだということで、もう一度メーカーの方に確認してですね、で入れ直しました。その模様はこちらです。はい、さて地図データ更新のやり直しです。はい、はい、これですねSDカードを入れます。ようやくですね今朝電話をして、なんだかんだの更新に必要な情報を手に入れましたので、これをセットして今から更新していきますよと。よいしょ、よいしょ、あだこれ入れるの下手なんだよね。はい、入った入った。はい、バージョンアップしてよろしいですか。はい、します。はい、情報を行います。はい、更新パスワード、はい、終わりました。はい、あれ、おし、あれ抜いてか、あ、まあいいや。動かない。あれ。
バージョンアップできたんだろうか。動かない、動かない、お、来た。さて、バージョンアップできたんだろうか。設定、情報、バージョン情報、ソフトバージョン 4.0、 はい、これで地図データ更新が終了しました。で、これで快適に使えるはずなんです。で、ですね、ちょうどゴールデンウィークの頃になると思うんですけども、前に地図データ更新は終わったんですが、ゴールデンウィークは多分ね、家に引きこもると思うので、失礼、そうね、夏休みぐらいに使えたらいいかなと思います。はい、その、ね、更新されたデータを駆使して走れたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、で、次はですね、次はどうかな、ロビー君の完成いけるかなそろそろさすがに完成させないといけないですからね、完成させましょうかね。てなわけで、また次回、お会いしましょう。ではまた。